さあ選手の仕上げはどうでしょうか。熊本選手
ハーフライン越えたらボール持った人はみんなあのゴール狙わなあかんですよ。これはペナルティーの中に入ってもパスして誰かに手入れさせてやろうなんて思ったらそんなもん入るくない。